AST ホットニュースです。写真の世界の動きを詳しくお知らせいたします。次は我々の写真ニュースです。高まる緊張と広がる抗議、プーチンの統治は終わりを迎えるか。ロシア国民は変化を求めている。ロシアの都市では抗議デモが頻発し、緊張が高まっている。自由の妖怪がロシアに取り付いており、プーチンの政治的キャリアに終わりを告げる大規模な反乱の可能性を高めているのである。これらの抗議行動は世界史を変える重大な出来事の一つになるかもしれない。この記事ではロシアの状況、何が起きているのか、そしてこれらの暴動がどのように展開される可能性があるのかを見ていきます。ロシアにおける自由の妖怪の意味は大きい。ロシアを含む東側諸国は民主的なルールを適用せず、メディアに圧力をかける抑圧的な政権が存在します。しかし近年、特にテクノロジーの発達や新たなコミュニケーションネットワークの確立により、この状況は変わり始めています。ソーシャルメディア上で意見を表明する人々が支配者を批判するようになり、独立したジャーナリストがソーシャルメディアを通じてより活発に活動するようになったのです。ロシアの人々、特にテレグラムグループを通じてコミュニケーションをとっている人々はプーチンの嘘に気づき始めた。ロシアの新聞に載らないような多くのニュースがソーシャルメディアに載った。またロシアの人々は反戦デモをソーシャルメディア上で組織しました。ロシアでは反プーチンのデモ参加者が日に日に増えている。プーチンは就任以来反欧米政策を迫り、ロシア国民を欧米に敵対させようとしてきた。しかしロシア国民はプーチンが嘘をついていることに気づき、今では西側諸国であることを望んでいる。ロシアの若者は東側諸国と西側諸国の間にこれ以上の敵対関係を望んでいない。彼らは民主的な西側諸国とのより良い関係を望んでおり、それはロシアの歴史に大きな変化をもたらすかもしれません。もしロシアが西側諸国と良好な関係を築くことを決断すれば、東側ブロックは完全に崩壊することになる。その結果、世界各地での紛争や戦争はなくなる。ロシアの若者たちの需要が全世界の平和につながる可能性もあるが、そう簡単にはいかない。ロシアのプーチン大統領は権力を維持するためにあらゆる手段を講じており、そのためにロシア国内の抗議行動を抑えようとしている。プーチンの弾圧にもかかわらず、ロシア国民は反乱を続けている。ロシアでの暴動が最近さらに増えているのはロシア軍の死者数が増えているからです。ロシア軍では約20万人の兵士が死亡し、ロシア軍は歴史上最大級の敗北を喫している。この戦争におけるウクライナ軍の成功は全世界が関心を持って見守っている。ウクライナ軍はロシア軍に対して圧倒的な優位性を確立することに成功した。ロシアは占領していた地域のほとんどから撤退せざるを得なくなり、ウクライナ軍も全土を解放するための新たな作戦を発表した。ロシア軍がこの戦争に勝てないことは誰もが知っていることなので、この発言はロシアにパニックを引き起こした。ウクライナ軍が仕掛けた攻勢でより多くのロシア兵が死んでしまうのではないかと心配しているのだ。ロシア国民は今一刻も早くウクライナから撤退することが必要だと考えている。特に兵士の家族はロシア軍をウクライナから撤退させるよう求めている。この戦争におけるウクライナ軍の成功はロシア国民の恐怖心を増大させている。ロシア国民はこれ以上兵士が死なないようにロシア軍は撤退しなければならないと知っている。クレムリンはプーチン大統領が一番の暗殺未遂事件を生き延びたと発表しました。最近クレムリンへのドローン攻撃とされるニュースがあり、多くの疑問や懸念が投げかけられています。ロシア大統領府はこの攻撃の背後にウクライナがいたと主張し、計画的なテロ攻撃、ロシア大統領への暗殺計画と表現しています。しかしウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領はこの疑惑を否定し、ロシアが戦勝記念日を迎える5月9日を前にモスクワが意図的に事態をエスカレートさせていると非難している。事件は現地時間の午前2時過ぎに発生し、住民の証言によるとクレムリンの壁の裏で2つの爆発音が聞こえ、その後照明が消えたという。地元の人々がテレグラムチャンネルで捉えた映像ではクレムリン上空に煙が充満している様子が映し出され、
クレムリンの一部が燃えているような映像もありました。しかし負傷者は出ておらず、プーチンはその時大統領府にはいなかった。クレムリンの公式見解にはいくつかの未解決の疑問がある。目撃者によると2回の爆発は10分以上離れて発生したとのことで、クレムリンを警備していた連邦保安隊が最初の爆発に反応しなかったか、反応する能力がなかったことを示唆する可能性があります。また2機のウクライナ製ドローンがロシアの防空網をかいくぐって首都の中心部に侵入した経緯も不明である。この事件はロシアの国会議員やクレムリンの宣伝担当者から様々な反応を引き起こしている。中にはこのニュースに乗っかって軍がウクライナに対してより残忍な攻撃を行うことを要求し、軍の司令官がそれを控えていると主張する者もいる。しかしこのようなレトリックは危険であり、すでに緊迫しているロシアとウクライナの間の状況をさらにエスカレートさせる可能性があります。この攻撃はロシアの戦勝記念日の赤の広場でのパレードの数日前に行われたもので、当局はドローン攻撃によって混乱することを恐れていると伝えられています。これを受けてモスクワのセルゲイ・ソビャーニン市長は、政府の特別な許可なしに市内でドローンを飛行させることを禁止し、公共事業従事者はイベントに先立って爆弾やドローンを探すためにモスクワの通りをパトロールするように命じられた。一方ウクライナ当局が実行を否定しているクレムリンへのドローン攻撃疑惑はロシアの国営メディアで大きく取り上げられている。この出来事はここ数ヶ月で着実に高まっている反ウクライナ感情を煽るために利用されている。ウクライナ国境付近でのロシア軍の増強が進み、ロシア軍が最近ウクライナ領内に侵入したことで宣伝活動は激化している。国営ニュースチャンネル RT のトップマルガリータ・シモニャンはこのイベントがモスクワによる偽作戦と受け取られることを懸念していたが、その通りであった。ウクライナよりもモスクワの方がこの事件から得るものが大きいため、ロシアの国営メディアはこの機会にこの攻撃疑惑についてウクライナと米国を非難しています。ロシアの有名な宣伝マンであるウラジーミル・ソロビヨフは自身の番組ウラジーミル・ソロビヨフの夕べでこの事件の原因を米国に求め、何の被害もなかったドローン攻撃を9-11の悲劇と比較するまでに至った。そしてウクライナの首都キエフの破壊を提唱し、都市とその住民を抹殺することを提案した。ソロビヨフの番組をはじめとするロシアの国営メディアは反ウクライナ感情を助長し、ロシア人に紛争を愛国的な義務として捉えるよう促すことに貢献している。宣伝活動はメディアだけにとどまらず、軍隊の募集を増やすためにも採用され、現在ではモスクワとサンクトペテルブルクにまで拡大されている。ロシアのプロパガンダマシンはウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領にも狙いを定め、ドミトリー・メドベージェフ元大統領は彼の暗殺を提唱している。ソロビヨフ氏と彼のゲストは心から賛同し、ウクライナに向けられた敵対的なレトリックをさらに永続させることになった。現軍司令官で現州議会議員のアンドレイ・グルリョフはゼレンスキーだけでなくウクライナの全ての指導者に対してさらなる暴力を要求し、物理的に抹殺することを提案した。グルリョフの発言はロシア政府関係者の好戦的な姿勢と国際法や規範を無視した姿勢を明確に示している。ロシアのプロパガンダマシンは反ウクライナ感情を醸成し、ウクライナ国境付近で進行中の軍備増強への支持を動員するために残業しているのだ。今回の攻撃でドローンが使用されたことはロシアの国営メディアにとって自分たちのアジェンダを推し進め、ウクライナを敵対的な侵略者として描写する機会となった。近年ロシアがウクライナの主権と領土の一体性を何度も侵害していると非難されているにもかかわらずである。最近の非難が真実なのか、それともロシアがさらなる侵略を正当化するための単なる口実なのかは不明だが、モスクワから発せられるレトリックは憂慮すべきものである。クレムリンの盟友の中にはウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領の飛行機を撃墜し、キエフの彼の住居にミサイルを撃ち込むことを要求する者もいる。またウクライナ政府の生産とキエフのテロリスト政権を破壊することができる兵器の使用を呼びかけている者もいる。こうした暴力の脅しは地域を不安定にするだけでなく国際法にも違反している。
他国に対する武力行使は自衛のためまたは国連安全保障理事会の承認がある場合にのみ正当化される。現在のウクライナの状況はこのどちらの基準も満たしておらず、ロシアによる一方的な行動はウクライナの主権と領土の一体性を侵害することになる。コンテンツは終了しました。ご気分はいかがでしょうか。少しでもこのローガーを楽しんでいただければ幸いです。気に入っていただけたらグッドボタンを押してください。コメント欄であなたの考えを教えてください。